どう東京挫折組です。お願いします。お願いします。今日の企画は第2回東京挫折組早食い王決定戦。はい、前回覚えてますか、ジロー。いやー、あれは忘れらんないね。やっぱり瀬戸くんのマジ。第2回をね、ちょっと食材変えてやろうかな。今回の食材はこちら。うまそう。うまそう。なんで僕をペヤングマンにするの。あ、ペヤングマン2人だ。瀬戸さん動かないでください。ずれちゃうんで。わかりました。ずれちゃう。はい、ってな感じで、ペヤングの、ほんと普通に早食いするっていう。こんなペロよ。今かつていないんじゃない、これの早食いした人。多分 YouTuber で。まあね、しかもね、こういう底辺 YouTuber でいないよ。じゃあ今回はわさびをビリの人が口にギュッてやりますか。あー、一気飲み。どうですか、自信は。ディフェンディングチャンピオン。いや、もう今回ももちろん1位取ります。なるほど。いいね、こう言ってくれるとまたガチでやりますよっていう。そうでしょ。早速やってみよう。今お湯を入れて、もうお湯を捨てた状態ですね。ソースとかはまだ入れてない状態です、ね、はいはいはい。ソース2個入れちゃおうかな。いや、それ俺のがダメだね。これ水分は禁止ですか。いかがですか。禁止いきましょうか。一応時間も計ります。うん、最初はね、手、両手テーブルに置いといて、いきます。いや、あれ十分。始めますか。じゃあいきますよ。よーい、ドン。うん、水分ねえのきついな。はい、食わった俺。これ1分8秒。わかった。瀬戸が1分11秒。やった。矢野が1分14秒ということは、矢野のビリでございます。え、食ってないじゃん。全然。え、何その顔。何この顔。あたかももう早食いじゃないかのように。ちょっとね、今回はちゃんとルール決めずにやりすぎた。こんなこと言いたくないけどさ、ちょっと瀬戸さんがさ、食え終わった時は口の中に多分持ってたんですよね。こう見せて、はい、食べ終わりましたみたいな、まあ、決め忘れたから、ちょっと食べ終わってないのに食べ終わったみたいな感じで、ちょっとズルしたんですよね。その口の中にあったのに終わったって言ったってこと。まあ事前に言ってなかったんで。にしても、五十嵐さん、遅すぎますよね。そんな食べ終わってないのに、食べ終わったっていうのありだったら、一応僕1位だったんですよね。いや、違います。めちゃめちゃ嘘つきじゃん。いや、だから、食べ終わってないのに、食べ終わったって言えば、OK ってルールが通るんだったら、あ、僕が1位ですよね。マジ詐欺師じゃん。一休さんのトンチみたいな。あとちょっと妨害も気になる。おわ、変な食べ方して。ああ、なんかうみたいな。あれで集中力消えた感じは。ごめんなさい、瀬戸さん。それはやっぱ僕もちょっと笑っちゃいましたし、やっぱやや気にはなりました。確かに。ああ、なんですか。死にそうなった。でもやっぱ今回はでも五十嵐さん、やっぱその麺量の問題もあります。その本当に僅差だったらね。五十嵐さんだって半分以上あったもんだって。そうだね。じゃあ第3回は僕の得意食材っていうことでいきましょうか。いや、全然、うん、ああ、全然それは、はい、それだけ約束してください。2人、僕ですか。あ、わかりました。はい、はい、したら、本日の結果。あ、じゃあわさび結果。じゃあわさびやりましょう。わさびいきます。ちょっともうこれ普通にマジでカットしてくれ今。マジで違ったな。今のは使えます。今のは完全に使えますね。あ、わさびね。めっちゃ満タン入ってんじゃん。そしたら、いきたいと思います。おお、すごいね。これ、
飲め込んで喧嘩にするわ。さっきまで逃げてた男とは思えない。マジでかっこいいよ。全部が一つになって出てきた。映せないけど。いや思ったんだけどさ、ダンス第3回はとか言ってたけど、やんなくてもないもんね。本日の検証結果は、別に早食いは競わなくていい。良かったですね。初めてちゃんと検証結果出た気がする。東京挫折組です。お願いします。